はい、どうも皆さんこんばんは。本日もアンフィニ広島、広島アンフィニのサカツクをやっていきましょう。お、登里選手がやっと天狗から落ち着きましたね。さあ、前回ですね、 J1 昇格を決めた後からの試合になりますね。J2 もあと残り6試合となっております。こうなればもうあと6試合全部勝って J1 へ上がりましょう。さあ、本日の対戦相手は栃木 SC になります。テレビの前の全国の皆さん、こんにちは。天気は快晴。この時期になってくると温かいものが恋しくなってきます。いいね、鍋とかいいね。栃木 SC 対広島 J リーグディビジョン2第41節、実況八塚でお送りします。ちなみに自分はキムチ鍋が好きですね。さあ、やっていきましょう。始まりました。本日はですね、川又の調子があまり良くないのでスタメンから外してます。なのでシステムも変更して、361というような感じでオーツワントップの形にしてますね。そして今日からオランダ人ディフェンスのクシールのデビュー戦になります。さあ、上り坂、自分で持っていきます。おー、いいよ。よけいよく防ぎました。ここからどうか。パウリーニ、ここは右へ。栃木 SC、 ここからどうか。右へ。あー、どうでしょう、これ。これはファー。厳しい。危ない危ない。岩波、どうやらイエローカードのようです。栃木 SC、 さあ注目しましょう。オッケーオッケー。ここでキープ力を発揮。ここからどうするか。危ないよ。右サイドを使う。オッケー、ナイス。岩波、うまく守りました。おつ、どう組み立てるか。一人で行け、一人で。シュート。いやー、全然枠外だけど。ゴールマウスを捉えてませんでした。積極的。さて、ゴールキックで試合再開です。前半40分。いい位置、いい位置。ここからどう持っていきますか。通るか。オッケー、ポシッチ。なあ、トップ。いや、そこでそんな小細工いらない。パスを出します。そして笛。欲しいのはシュートだけ。さあ、前半 0-0 です。後半進んでいきます。後半開始のキックオフ。岩波、どう持っていくか。パスロワン、パスロワン、ここは左へ。右にパスを出します。広島、右にはたく。ディフェンス防ぎました。そこ引っかかる。パスをつないでいきます。バスロマルの能力がいまいちなんだよな。ボールを回していきます。面白い。危ない。杉本、危ない。オッケーオッケーオッケー。池内、大きく蹴り出します。パスをつないでいきます。右にはたきます。広島、右へ。押し1。おーっと、ファール。さあ、どうだ。ファールです。青山、この位置から果たして狙ってくるのか。おーっと、惜しい。止めました。榎本、長いボール。後半22分。バスローマル、ポシッチ。さあ、チャンスになりました。うーわ、そこから榎本、そこから狙ってくんだ。栃木 SC、 ここは大きく出します。いや、戸口、戸口、ここでイエローカードが出ました。広島、ここで選手交代です。フリーキックで再開します。栃木 SC、 パスをつないでいきます。 OK。 大橋、ここはうまく防ぎます。岩波、ボールを回していきます。パスロワン、青山、
わ、うまい。素晴らしいテクニック。後半34分、ここからどうするか。面白い。オッケー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 。さあサイドから行きます。シュート。うわー、ナイスセービング。オッケー、入った。オーツー、オーツー、終了間際に見事にゴールを決めた。決勝ゴール。リプレイが出ます。オーツー、ナイス。うまくフィニッシュまで持っていきました。栃木 SC、キックオフで再び試合が始まります。さあこのままボールを回していきます。このままよ、失点しちゃいけんよ。ハブリー、右へ。加藤、加藤、しっかりボールをキープ。危ない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 。面白い。いやー、オッケー。いや、素晴らしい反応。弾け弾け弾け。いやー、オッケーオッケー。危ない。栃木 SC、ゴールキックで試合再開です。そして笛。オッケー、勝ちました。広島勝利を収めています。 J1 昇格後の試合もなんとか安定して勝ちを得ました。いいね、負けがないね、本当。このような試合後のスタッツはこのようになっております。そして選手評価です。おー、広島アンフィに勝ち点90に乗りましたね。さあ広島アンフィのホームにミッドホーリーホックを迎えての第2戦目ですね。グラウンド上に選手たちが入ってきました。さあ J2、J1 昇格後初のホームゲームですからね。これに対しますホーリーホック、これが予想される並びです。本日も川又をスタメンから外しております。そして 3-4-3 で試合に挑んでいきたいと思います。戸口、右に畑、押し一。わあ、いいね。ボールをキープします。うわ、うまい。いけ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 。コシッチ。うわ、惜しい。ボールはゴールマウスを恐れました。リプレイです。コシッチ、これを決められなかったのは悔しい。いや、最後。さてゴールキックで試合再開です。最後の精度よ。ホーリーホック、ここで大きく右へ。オッケー。大橋、うまく体を入れました。素晴らしいカット。広島、パスをつないでいきます。橋本、これはカットします。右にはたく。戸口、戸口、左にはたきます。パスロワン、ボールを回していきます。いいね。広島、これはチャンスになりました。おお、そこから打ってくるか。いや、素晴らしい反応。いや、素晴らしい素晴らしい。ここは止められます。大津。ではリプレイを見てみましょう。これはキーパーのファインプレーだ。意表ついたね。コーナーキックです。ここはディフェンダーが止めました。いや、そのボール取りたい。オッケー。どう持っていくか。シュート打っていこう。シュート。広島、さあサイドから行きます。あっと、小川。うわ、惜しい。これは決めたかったですね。それではリプレイを見てみましょう。小川、プレッシャーに負けてしまいました。ゴールキックで再開です。青ちゃん、オッケー。広島、左に叩きます。さあ小川、うわ、いいボール。いった。うーわー、キーパー、ナイスセーブ。これが防がれます。リプレイです。これはキーパーのファインプレーですね。いやー、ナイスキーパー。さあコーナーキックです。鈴木、ここはナイスディフェンス。セットプレーからなかなか点取れんな。ホーリーホップ、どう持っていくか。そして笛。はい、前半0-0です。キックオフしました。細川、
ボールを回します。西岡、ホーリーフック、さあ組み立てます。山村、右へ、いた、オーケー、池内、これはよく、これナイス池内、ボールを入れます。青山、いい読みでカットします。オッケーオッケー。後半11分、危なかった。小川、どう持っていきますか。上り坂、上り坂、右へ、いいよ、ポシッチ、チャンスです。オッケー、決まりました。先制のゴールが決まりました。キックオフで再び試合が始まります。さあいい時間って取ったよ。どうしますか。こっから、こっから、オッケー、ここはうまく防ぎます。西岡、左にパスを出します。ホーリーフック、これがチャンスになってどうか。危ない、危ない、ここはディフェンダー、オッケー、クシール、ナイス、これが防がれます。広島、ここで選手交代となります。ここで小川に代わって鶴田投入します。鶴田、ここで交代で入ります。さてゴールキックで試合再開です。戸口、フォーメーションを361に変更しました。バスロワン、右へ、ちょっと守備的にね。 OK、 ナイスカット、うまく守りました。鶴田、おー、いいよ、 OK、 惜しい、ナイス、決めたかったですね。それではリプレイを見てみましょう。鶴田、ナンバー、ここゴールキックで再開です。さあこのまま終わるかな。ホーリーフック、パスをつないでいきます。尾本、ここで危ないよ、危ないよ、いやー、倒した、オッケー、池内止めた、ナイス、池内、池内、さあボールを大きく出す。広島、右へ出します。オッケー、終了、広島ゲームを制しました。 1-0 で制しました。本日のスタッツはこのようになっております。そして選手評価はこのようになっております。プロモーションを行ったよ、報告するからちゃんと聞いててね。今日は中国ダービーだよ、この一戦を見ようとスタジアムから溢れるほどのお客さんに来てくれてるよ。いいね、ダービーマッチ、ファジアーノ岡山とのダービーマッチですよ。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。選手のアップも終わり、入場を待つのみとなっています。さあやってまいりましたダービーマッチ、激しい試合の予感がしますね。広島対ファジアーノ岡山、 J リーグディビジョン2第43節、第43節、実況安岡博士でお送りします。すごいよね、 J2 43試合ももうやってんだよ。ほんと過酷なあれだよね。いやでもダービーマッチホームで勝ちたいね。選手たちがピッチの上に姿を現しました。広島、これが予想されるならさあ、さあ、広島はですね、3-6-1というフォーメーションですね。岩波、うまくディフェンスラインを統率しています。お、岩波。さあ、45分が始まりました。今のところ岩波と小川とは、正式契約しようかなと思ってます。ただ川端がですね、ちょっと不調な状態がずっと続いているので、そこがなんとかならない限りは
ちょっとこの期限付き移籍はもう解除にしようかなって考えてますね。パスを出します。わ、いいよ。いやー来たか。うーわ、惜しい。ゴールマウスを捉えきれませんでした。上り里、上り里、これを決められなかったのは悔しい。あれは決めんといけんね。キーパー打つだね、中林だ。危ない、危ないところを防ぎます。自分で持っていきます。オクシールいいじゃん。ボールを回します。広島左に叩きます。沢井、お、沢井、うまくボールをキープ。ワンツー、いやー惜しい。オッケー、コーナー、コーナー、ボールを入れます。おお、 PK、 PK、 ペナルティースポットを指しました。ではリプレイを見てみましょう。沢口、今のは軽率でしたね。青ちゃん、オッケー、きたー、決まりました。広島待望の先制点が入りました。青ちゃん落ち着いて決めたね。ではリプレイを見てみましょう。キックオフで再び試合が始まります。さあいい時間帯に点取れました。左へ出します。さあこっからだよ、ダービーマッチだからね。相手も命かけてくるから。このボールを左へ。三村、ボールを離しません。いやー徐々に島田、徐々に来られてる。テクニック、オッケーオッケーオッケー。うわー危ない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 。オッケー、ゴールキックで試合再開です。 OK、 パスを出します。ワンツー、息がぴったりです。いいよ、上り外、あった、どうする、いった、 OK って言いたかったけどダメだった。リプレイが出ます。上り外、これを決められなかったのは悔しい。いやー、で再開です。日本決定機外したな。後藤、いかんよ、それでは J1 はここでホイッスルです。通用しないよ。最小得点差ながらリードしています。オッケーオッケー、前半 1-0 です。今キックオフです。ここからどうするか。田中、梶谷、どう組み立てるか。左へ、三村、なんとかボールをキープ。ここでキープ力を発揮。おお、梶谷相手も強いな。チャンスです。危ない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 。さてどうだ。うーわ、オッケー、池内、池内すごい、足で止めた。広島どう持っていくか、どう組み立てる。ホシッチ、ホシッチ、うまくボールをキープ。どうする？うまい。なあと。決めきれ、決めきれ。オッケー。なあ来た、ゴール。広島。ナイス、ホシッチ。リプレイが出ます。ホシッチ、チャンスを逃さずしっかりと決めましたね。いいねー。決め切ったね。後藤、どう持っていく。さあこれ厳しいよ、相手はこの時間2対0はね、ここは左へ、ちょっと厳しいからね。 OK、 大橋、なんとか防ぎました。いいな、大橋も安定してるわ。しっかりボールをキープ。オッケーオッケー、ファールファール、はい、ここで交代です。さあここで沢井に代わって小川を投入します。小川、彼が入ります。さあフリーキックとなります。大津、どう持っていくか。大津、なんとかボールをキープ。いやー、ファール、ファウルです。コシッチ、イエローカードです。フリーキックで再開します。どう持っていくか。
さあ後半38分、どう持っていきますか。守り切ろうよ、守り切ろうよ。ファジアン、パスをつなぎます。危ないよ。オッケー、ケチ。素晴らしい反応。ナイスセーブ。リプレイです。これはキーパーのファインプレーですね。いやー、池内本当いい。ボールを入れます。オッケー。池内、よく防ぎました。いやー、マジで助かってるわ。上り坂。シュッ。オッケー、オッケー。広島、勝利を収めています。中国ダービー見事2対0で勝利を収めました。本日のスタッツはこのようになっております。 MVP はマンオブザマッチは青山選手ですね。評価点もこのようになっております。軒並み6のいい線、いい評価ばっかりですね。小川慶次郎選手の覚醒練習を終えました。さあ本日の試合はギラバンツ北九州のホームに乗り込んで戦っていきます。全国のサッカーファンの皆様こんにちは。天気は曇り、今日は少々肌寒いようですが観客席は盛り上がっています。ギラバンツ北九州対広島 J リーグディビジョン2第44節、実況八塚でお送りします。さあ選手たちが入場してきます。さあ本日広島アンフィにはですね、コシッチが累積カードで、出場停止になっておりますので、小川を配置しております。なので 3-6-1 で試合に臨んでいこうと思いますね。素晴らしいテクニック、ギラバンツ。さあチャンスになりました。 OK、 ナイス。フシールいいね。やっぱここは左へ。3番 OK、 左へ。大津、広島パスをつないでいきます。ここからどうか。青山右へ出します。ドリブルで突き進む。いいボール、来た来た。オッケー、決まった。素晴らしい。大津、均衡を打ち破るゴール。それではもう一度見てみましょう。大津、チャンスを逃さずしっかりと決めましたね。いやー、ここに来てね、大津がすごく頼もしくなってきたな。キックオフで再び試合が始まります。宮本、ここで大きく左へ。ここはディフェンス頑張ります。どう持っていきますか。青ちゃん、さあ組み立てます。小川、前半27分、ここからどうする。 うまい、上り里。オッケー、ゴール入った。強い広島、追加点がここで入りました。長友。それではもう一度見てみましょう。いや、落ち着いて決めたね。うまくフィニッシュまで持っていきました。いいよ、前半で 2-0。 キックオフで再び試合が始まります。前半32分。うわ、うまい。ここはディフェンダーが勝ちました。めっちゃうまい今のカット。前田、危ないところでも取られる。でも取られる。ボールを回していきます。うまいカットした後取られがちっていうね。どう持っていきますか。RG さんに歌にしてもらいたい。これは面白い。ギラバンツ、左サイドを使う。危ない。オッケー、ナイス池内。池内、
さあボールを大きく出す。マジで池内、もう池内っていう名前が好きになってきたわ。広島2点のリードで折り返します。さあ前半2-0です。いいですね。これマジで、ここからどうか。負けなしで終われるぞこれ本当。おー危ない。これはファール。フリーキックからのリスタートです。いやーやばい。そこでこれはどうだ。失ってはいかん。オッケー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 。ナイス。やっとキーパーです。長いボールを出した。わうまい。上り坂。いやうまいね。パスを出します。おお、上りそこから打ってく。いい動きです。オッケー、バスラまでナイス。ここディフェンス防ぎました。そして奪われる。ギラバンツ、右にパスを出します。ボールを回します。ボールをキープします。いや、戸口それはか。ファウルです。危ない。戸口。ここでイエローカードが出ました。交代のようですね。森村、彼が入るようです。広島さあ、アーミニーは3人一気に交代します。さあフリーキックとなります。一応リードが2点なんでね、ちょっと大胆に再配していきます。左にパスを出します。うまいねこの選手。オッケーオッケー、ナイス若松。ここでカットします。広島このボールを左へ。オッケー岡村、ファウルです。さあフリーキックです。トラップミス。ワンツー、素晴らしい連携を見せます。右にパスを出します。小手川、自分で持っていきます。森村、パスを出します。右にはたく。ギラバンツ、さあサイドからいきます。危ないよ、オッケー。うまく止めました。広島、いいね。ここで左へ。鶴田、田中、うまく守りました。オッケーオッケーオッケー。広島、岡村、中央から突破を図る。おー危ない危ない。どうだ、これは笛。それではもう一度見てみましょう。青山、絶好の位置です。狙った。オッケーオッケー。さてゴールキックで試合再開です。さあもう終わりかな。ここで長いホイッスル。オッケー、勝ちました。2-0。広島、堅い守りに支えられ相手にゴールを許さず勝利しています。マジで強いアミニー。マンオブザマッチは上り里選手ですね。試合後のスタッツはこのようになっております。選手評価はこのようになっております。さあ本日のホームゲームは広島アンフィニ対ロアッソ熊本になっております。ロアッソ熊本をホームに迎えて戦っていきます。テレビの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。天気は雨。この時期は鍋でもつつきながらサッカーを見たいですよね。雨がね、屋根がないからね、きついよね。広島対ロアッソ熊本、J リーグディビジョン2第45節。もっとお金がね、入るようになったらスタジアムも大きくしていきたいね。まあまずはね、J1 に定着しないとね、本当に。下手したら1年で降格っていうのもありえるからな。さあやっていきましょう。始まりました。ここからどうするか。大津、大津、自分で持っていきます。いや、いいね、いきなり。なあと、いやー、ナイスセーブ。素晴らしい反応。これは防がれます。ボールを入れます。
うわースーパーシュート、決まった。均衡を破ったまま大津、マジで調子いいな。それではもう一度見てみましょう。大津、いいや、フィニッシュまで持っていきました。これはやばい。さあ試合再開です。相当いいゴールよ今の。左へ、ここはワンツーで抜けます。右へ、ここからどうするか。このボールを右へ、ロアッソ、パスを送ります。危ないね、これはどうだ。止めたいよ、止めたい。ドゥドゥス、オッケー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 。ゴールキックで再開です。ボールを回していきます。青山、左にパスを出します。ボールを回します。パスイッチ、左へ出します。お、うわー、うまい。大津、ボールを離しません。うわ、うまい。抜いた。大津やべえな。小川、決めろ決めろ。小川、オッケー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 。ビューティフルゴール。広島、追加点決まりました。小川、それではもう一度見てみましょう。小川、ここはきっちり決めてきましたね。オッケーオッケー。さあ試合再開です。ちょっと普通に2点取れるチームになってきたじゃん。ここからどうするか。めっちゃ嬉しいんだけど、あれだけ 1-0 で勝ってたチームが。吉井、ここからどうしますか。しかもベストメンバーじゃないからね。ボールを回します。川又も全然試合出れてないし。しっかりボールをキープ。オッケーオッケー。ここ守って守って。いやー、来たか。オッケー。さてゴールキックで試合再開です。怖くない怖くない。広島、パスをつないでいきます。大橋。広島、パスを送ります。うわー、ナイスパスワーク。上り里。ここで前半終了。さあ後半です。キックオフです。後半1分、原田左へ。 OKOKOK。 ゴールキックで試合再開です。あ、惜しい。オッケーオッケー、ナイスカバー。カバーできるようになってきてるもんな。これがチャンスになってどうか。おお、ここで大きく右へ狙ってくね。左にはたく。ここからどうしますか。ボールを回します。ここ危ないよ。シュート、オッケー、いけちー、ナイスセーブ。よく吸いだ。このまま全員で行ってもらいましょう。オッケー、小川、チャンスです。勝負勝負、オッケー。面白い、シュート、オッケー。小川調子いいな。ゴールを奪いました。3対0。めっちゃ吠えてる。小川、素晴らしい動きを見せましたね。やっぱ覚醒練習効果あるな。彼が入ります。いや、3-0 だよ。再び試合が始まります。未だかつてこんな数字見たことないよ、本当。片山、ボールを回します。白谷、右に叩きます。ここで長いホイッスル。オッケー、 3-0 で勝ちました。相手ゴールを許さず完封勝利です。強い、マジでアンフィに強い。試合後のスタッツはこのようになっております。こちらが選手評価です。大津8-0、 8.0、 やばいね。さあ本日の対戦相手はビファーレン長崎のホームに向け乗り込んでの試合になっていきます。サッカーファンの皆さん、こんばんは。雨が降り続いてカクテル光線も乱反射をしております。さあ注目しましょう今日の一戦。
さあ最終節かな。ビファーレン長崎対広島 J リーグディビジョン2最終節、実況は八塚でお送りします。さあついに最終節まで来ましたよ。さあそしてここまでアンフィニ広島は、約3ヶ月無敗が続いております。すごいよねこれも。勝っていきましょう。さあ試合開始です。高杉、さあ組み立てます。ビファーレン、ここは右へ下田、パスを出します。持ち止め、ここでキープ力を発揮。佐藤、これはどう。あ、ちょっと危ない、フリーだよ。ダイレクト、ナイス。キーパーです。ここは止められます。さあ入れます。オッケーオッケーオッケー。さてゴールキックで試合再開です。どう持っていくか。さあパスロマレ、ナイス。パスロマレボールをキープします。上り里、上り里うまい、上り里うまい、ボールをキープします。うわ、キーパーがキャッチ。持ち止め、さあボールを大きく出す。山田、このボールを右へ抜いた。いやうまい。ここはディフェンダーが止めました。岩波ナイス。いや、うちのディフェンス陣はマジで強力だぞ。そんな簡単に破れないから。 OK。 前半31分、さあここからいい形に持っていきたい。取りたかったね。 OKOKOK。 岩波、危ないところを防ぎます。いやー惜しい。ナイス、青ちゃん。なんとか防ぎました。オッケー、いい。パスをつないでいきます。シュート打ってこう。広島、右に叩きます。ボールを離しません。うわ、うまい。左へ出します。オッケー。ゴール入った。先制のゴール。小川。今のプレイをもう一度。小川、うまくフィニッシュまで持っていきましたね。ちょっと小川も止まらなくなってきたな。キックオフで再び試合が始まります。広島、1点のリードで前半を折り返しました。マジで小川と大津は今このチームの2枚看板になってきてるな。キックオフです。戸口、バチバチのストライカーも欲しいんだよね。まあ、ちょっと今川又がもう期限付き移籍を終えそうになってるからな。うわ、うまい。コシッチ、いい動きです。シュート、惜しい。うまくコントロールができなかったようです。いや、いいよいいよ。ではリプレイを見てみましょう。コシッチ、少し狙いすぎましたか。フリーキックです。ビファーレン、これがチャンスになってどうか。オッケー、ナイス。広島、大きく入れ替えてきます。さあ広島3人一気に交代します。ゴールキックで再開です。井上、いい読みでカットします。岩間、なんとかボールをキープ。ディフェンス防ぎました。ナイス。なんとかボールをキープ。ここからどうしますか。それか、ここからどうするか。いやー、そこ上りだと奪われたいかんよ。ここはボールをカットします。危ないぞ。後半38分、さあこのボール大事にしたい。オッケー、大橋ナイス。ここでカットします。大津、オッケー、ファール、ファール、ファールです。フリーキックからのリスタートです。うわ、うまい。これが決まった。いや、素晴らしい。大津
追加点となるゴールゲット。一撃必殺リプレイが出ます。大津うまくフィニッシュまで持っていきました。うわ、久里みたいなゴールだこれ。キックオフで再び試合が始まります。さあ終わった広島、このゲームをものにしました。味負けなかった。さあ最終節のスタッツはこのようになっております。マンオブザマッチは大津選手ですね。さあ選手評価はこのようになっております。Jリーグディビジョン2が終了したよ。結果は準優勝だったよ。優勝クラブはガンバ大阪とあって、この結果だけ晴れて J1 の舞台で戦うことができるよ。来年が楽しみだね。あ、今回の大会の賞金として1億円が入金されるよ。1億円か、もうちょっと欲しいな。